いやいや負けじゃ負けじゃ敵ながらあっぱれ。 三成殿、茶坊主、小三氏、そろばん名人など揶揄されるが、自らの俸禄の半分でわしを召し抱えたその無欲さ、清廉なる野心がわしには何より好ましい。三成に過ぎたるものと言われておったが、最後まで 武士らしき方向も禄にできぬとは。三成殿こそわしには過ぎたる主君であったが、この首を持っていけ。この首があれば一国一城の主も夢では。I don't want your head. それではわしの気が収まらん。ならばあの槍ではどうじゃ。 You trying to buy time? まあ、あんたが頼りにしていた侍もおしまいか。あと数百命があれば、 絵の具の秘宝で何とかできないこともない。兵を犠牲にしたくないという場合でもないと思うが。